kapituliere niemals! Das ist empörend! Ich habe Berlin vor Jahren gegen die Roten erobert und werde die Stadt bis zum letzten Atemzug gegen die Roten verteidigen. Die wenigen Stunden, die ich noch als deutscher Reichskanzler zu leben habe, werde ich nicht dazu benutzen, meine Unterschrift unter eine Kapitulationsurkunde zu setzen. Wir müssen die Zivilbevölkerung schützen. Es ist, was ist uns umsteht. Вот Артём Сафронов, я исполнительный продюсер проекта World of Tanks Blitz. Ребята только что познакомили вас с основной механикой новой фичи, которая нас ждет в обновлении 3.8. Но это лишь начало. Мы планируем опубликовать большое количество гайдов, статей, информацию про пресеты, видео, чтобы целиком и полностью донести до вас ту мысль, которую мы закладывали в данную фичу. На мой взгляд, это супер круто. Mein Führer, vielleicht handelt es sich ja wirklich um Fernfeuer. Sie erwähnten eine Eisenbahnbrücke über die Oder. Ach, Unsinn! おいーす。皆さんどうもこんにちは、二等星です。さてさて、今回乗っていくのは、ソ連、ゲア8、駆逐戦車、SU-130BM、この前追加された課金戦車ですね。基本性能はこんな感じ。まず車体走行ですが、紙同然、弾くことはまずないでしょう。多分ソ連だから離体吸収バイアス発動しますね。やめろ、そして砲塔走行にちょっと問題があるんですよ。実は本来当たり判定がないところに当たり判定があるんすよね。あほくさ。運営さん早急に直してあげてください。貫通力ですが、ゲア8にしてはお化けレベル。多分ほとんどの戦車を楽々貫通できると思います。が、若干精度は悪いのでそこは腕で当てるしかないっすね。機動力は優秀ですね。そしてマップは駆逐が苦手なニューベイ。とりあえず初動は定番の駆逐ポジですね。あの橋を登ってくる中戦車が見えるわ。はずですわよ。はい、お嬢様入りましたね。ま、多少はね。ちなみに余談ですが、8万の人がこの戦車を飛行として結局かなりの額使ったらしい。いつものですね。運営さんもう少し確率上げるべきですよ。さあこっから何か見えるかな。ていうか駆逐戦車の動画って実況者殺しだよな。おまそれウォーカー。は。もしやウォーカーとの差はこの自慢のトーク力でつけるべきか。こいついつもウォーカー敵視してんな。ま、多少はね。ってことで結局移動。ここの方が撃てそうですね。まずはあの IS から、狙って、うん、いいダメージだ。火力が違いますよ。あ、いいっすね。さすが130ミリ砲っていったところですね。そして装填も結構早いですね。貫通力があるのでラマーにしてもいいかもしれない。あ、ラマーってのは装填棒のことぞこれ。余談ですがラマーって聞いて最初 GTA の方かと思ったわしは末期。あ、ふん、そしてあいつ何かを察して逃げていったな。榴弾ぶち込んでやろうと思ったに。現実は厳しい。が、駆逐戦車は焦らない。敵戦車が出てくるのをじっと待ちます。絞れば結構精度はいいのかな。が、絞る時間が結構長いっぽい。む、IS。うん、でもあの面積じゃ貫通はできないですね。おっとなんか出てきたぞ。嬉しそう。狙って狙って、ここだ。うん、美味しい。やはり、130ミリは最高や。130ミリの良さが分かり合えるやつ。地球メールプレア。どこに送ればいいんですかね。むむ。あそこにいるのは SU-130BM、もう一人の僕、ということはですよ視聴者の皆さん、これはもうあれしかねえよな。ふん、いい感じ。んー、気持ちいい。世界よ、これがソ連だ。しかも見つかってない。これはラッキーですわ。恐ろしやとはこのことですか。じゃけんこの調子でどんどんダメージ取っていきましょうね。動画を見てる感じだと、ソ連ティア8番精度悪めぐりれって感じなんですかね。うん、例えが的確なのか的確じゃないんだか。まだ可愛いアップ実況って言われんだよ。あ、それ昨日ツイッターで言われました。うん、しかしまああれですね。はい、それはもう多分あれですよもうね、はい。めっちゃ動揺してんじゃねえか。かか金戦車を買えるほほほほどにににに二等星君の財布は分厚くないんです。分厚い財布買えば解決では。あ、それいいっすね。てバカ野郎それじゃ中身はそのままなんだよ。ちなみに今財布の中身いくらなんですか?2216円でした。やったね、ガチャ助けるよ。わーい。てバカ野郎、まあそんなこと言ってる間に裏取り成功してるんですけどね初見さん。これは激アツ展開。まずはあのドイツ系80戦車コンビを倒していこうと思う。しかも片方は3倍今年超えじゃないか。運営さん聞こえの境界まっすぐしてください。うん、やはり、敵戦車の後ろにぶち込む榴弾は最高や。どうやら聞こえは逃げたっぽい。多分別の見方をやりに行っただけだと思うんすけど。あ、そっか、あ、これ装填間に合いそう。嬉しそう。じゃ、次はあのシコエですかね。本気で思うのですが運営さんシコエの強化してあげてください。だって走行圧はないし、シコエも弱い。かといって機動力もそんなティガーにと変わらないし、と。実際にシコエに乗ったことがあるのでわかりますがそう思いました。お、エアプ実況はしてないんだな。さすがだぞ。狙って、ここだわよ。よし、そして今のでスイッチしたくなった訴訟。この文字を打ち込んでるのは誰なんですかね。し、それはゆっくり実況では言ってはいけません。浅草。そして戦況はいい感じ。まあ味方が解けるってこともありそうですが、とりあえず最後まで残られたら厄介なルーちゃんからやりに行きます。機動力があると早え、軽戦車に最後までいられると厄介。しかも限定旋回なので NDK の処理はちょっと辛いところもありそう。さあここは確実に榴弾をぶち込んでいきたいところ。うっぱマジか今の当たるんかよ。強い、強すぎる。ちょっとキラヨシカゲ戦のキラヨシカゲ出てみよう。あとはあの P43 をいじめるだけなので倍速で、なんやかんや敵に狙われなかったのでフルヘルスで試合を終えれましたね。この動画が参考になれば幸いです。
ち実況者っぽいこと言っとこ。あ、ほっさ、ちょっと意識低いんとちゃう？いや、全然。あ、そっか。そして今のはなぜか外れてしまう。やっぱりちょっとがばいところがあるのかも。すみません、正直エアプ実況なのでんにゃぴわからないところもありますよね。あ、全然わからない。どう？実況者として恥ずかしくない。直樹です。って言いながら打つのやめろや。というわけで戦闘終了です。結果は、5008ダメージ、4両撃破で M バッチ、駆逐しく、ペチペチできた試合でしたね。総評は、長所は優秀な機動力に精度以外いい手法、短所は精度が悪く、限定旋回で、謎の当たり判定があること、が、現時点で言えることかなとは思います。今回はここまで、ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくね。